信成ちゃんが誘ってどこへデート行ったの？まず映画館。映画館、あんなとこ行って目立てへんかった、うん、その日はすごい格好してきてどんな格好して、なんか紫のジャケット着て紫のジャケット白のサングラスかけて、高校3年生が紫のジャケットなんでそんな格好して行った？やっぱすごい大好き大好きだったんで、でやっぱすごいもうおしゃれをしないといけないと思って行き込んだ結果が多分白いサングラスだったので張り切りすぎちゃった張り切りすぎちゃってたはい、いいですね。やっぱりこうスケートの世界しか知らんわけだから、うん、この人にとってはもう氷の上かもう彼女のことかしかでもそうですよね。それでどれになったの？その時は海外でちょっと練習することも多くて、カナダのコーチに当時は習っていたので、はい、その時にカナダからずっともうメールを、カナダからのメール手紙じゃなくなった、時代が変わった、メールを時代が変わった、カナダからのメールをどんなぐらいの回数で奥さんメールが来たんですか？いやもう1日10通はやり取りしてましたねその中にハートとかもついたの？それそのハートをつけようと思ったのがちょうど6月ぐらい、2、3ヶ月経った後にハートをつけてみようと思って、ちょっと冗談で今でもこう好きやでハートみたいな感じのメールを送ったら、返ってきたメールが私も好きやでっていう、そうなの？返事だったんです、はい、嬉しかったんちゃう？まあ、その手はなかなかったですけど、でもそれぐらい嬉しかった。ほんまのこといい、まあ、ちょっとだけ泣いた泣いた泣いた、ほんまのこと言うて一人ベッドの中で泣いた、まあ、少しだけ嬉しくて嬉しなきに。涙腺はどないなってんの？涙腺は多分壊れてる結婚してから子供できたん？子供できたから結婚したん？どっちだったかな？子供できたから結婚しましたでも同時やね、同時ぐらい結婚する予定はあったので、予定は、はい、はい、うん。